どうも、クニです。皆さん、今日またワンダーコアを使ってトレーニングしたいと思います。今日やるのは、このワンダーコアスマートを使って行うプッシュアップというトレーニングを行います。このトレーニングは何かというと、ワンダーコアって腹筋を鍛えるマシンかと思われがちなんですけれども、二度腕もね、なんと鍛えれるということで、これからそのプッシュアップという方法でワンダーコアスマートに二度腕を鍛えたいと思います。どうやってやるかというと、ワンダーコアを、まあ、こういう形でね、いつも腹筋やってるとは反対方向に向けて膝をついて、こういう感じですね。自分のこの太ももをこのワンダーコアスマートのこのバネで跳ね返る部分に置くと、はい、こういう感じですね。で、このまま腕立てをするというすごくシンプルなものですね。これ普通に、なんだろう、普通に腕立てするのとどう違うんだろうな。ちょっと外してやってみるかな。よし、これやってみるぞ。よし、あ、しんどい。普通に腕立てもしんどいな。それと比べると、この膝から上にね、バネがあると上半身だけにすごく力が入る。なんか、なんだろうな、さっき普通に腕立てしたよりもより二の腕に負荷がかかってる感じはしますね。すごいな、これ。あ、しんど、もうしんどい。いや、マジしんどい。喋り方してたけど、うわ、しんど。これいいっすわ、ワンダーコアスマート。しんど、プッシュアップっていうこの二の腕を鍛えるのしんどいわ。上半身だけに力が入るから、力が分散しないせいで、なんだろう、この言ったらこうやってね、体幹でこうやって上がるっていうのができないから、腕に全部パワーが、自分の体重全部腕にかかってめっちゃしんどい。これ普通に腕立てするよりも局所的にきますね、二度腕に。やべ、もうしんどい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、おお、しんどい。しんどい。これすげえわ、すげえ。まだ大した改装してないのにすっごいしんどいっす。このワンダーコアスマートを使っての二度腕トレーニング、プッシュアップはかなり有効的ということですね。ああ、しんどいわ。はあ、これ皆さんもぜひワンダーコアスマートを買ってプッシュアップというトレーニングやってみてください。腹筋を鍛えるだけじゃなかったです、ワンダーコアっていうのは。ワンダーコアスマートで二の腕も鍛えられます。しかも普通に腕立てするよりもかなり二の腕に局所的に負荷がかかるので、回数をしなくてもしんどいです。実際僕回数そんなしてないんですけど、すっごいがしんどいです。いや、これやばいわ。またワンダーコアスマートを使ったメニューを紹介していきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日の動画は以上となります。皆さん楽しくレッツ筋トレしましょう。それでは失礼します。